オーストラリアの潜水艦自国建造計画は終わったと地元メディアが注目しているようです。今回はこれについて見ていきたいと思います。つまりは、原子力潜水艦を通常動力型潜水艦に変更できると簡単に考えていたしっぺ返しを食らったようなものでしょう。仮定の話ですが、中国の横槍に負けず、日本案を選んでいたら、オーストラリアには何隻か納品されていたかもしれませんよね。オーストラリア海軍が現在運用中のコリンズ級潜水艦の代替としてアタック級潜水艦調達計画を進め、フランスのシフラン級原子力潜水艦の改造版に決定したのは2016年平成28年のことでした。このコンペには日本やドイツも参加していました。下馬評では優秀な性能を持つ日本の潜水艦が選ばれるだろうということだったのです。オーストラリアの要人も日本案に傾いていたという噂もありました。ところがここで横槍を入れたのが中国です。日本に外貨を落としたくないのか、潜水艦の優秀さを世界に見せたくないのか、貿易額1位という立場をフル活動させ、オーストラリアにプレッシャーをかけて日本案を拒否させたと言われています。結果としては日本でもドイツでもなくフランスが落札したのでした。そこからすでに5年が過ぎようとしていますが、延べ12隻に上るこの潜水艦代替の大規模プロジェクトはコスト面でのずさんさが目立ち、実現が危ぶまれているそうです。前述のようにフランス製の潜水艦はたったの1隻もオーストラリアに納入されてはいないのです。フランスのシフラン級原子力潜水艦を製造するゲンナバルグループ社、当時 DCNS 社は、アタック級潜水艦計画の12隻の建造費用を、1隻あたり約1800億円、合計で約2兆1500億円と提示していました。これが契約段階になると、1隻あたり約3600億円、合計約4兆3000億円にまで倍増したのです。さらに、直近のオーストラリア側の試算によると、1隻あたり約6200億円、合計7兆4400億円にも達すると報じられているのです。他の国のことですが、なんで?と聞きたくなるほどの増額ですよね。フランスは随分ふっかけたなと感じるのは筆者だけではないでしょう。日本の海上自衛隊の場合ですと、2020年10月に進水した最新鋭対迎型一番艦の建造費は1隻約800億円と言われていますから、アタック級潜水艦と比べると、最初の1隻約1800億円でも2倍以上の高額だったのがわかりますね。オーストラリアではアタック級潜水艦計画について期待がありました。つまり、自国内で艦艇を建造するので、製造業に対する雇用政策の一つになると見ていたのです。しかし、逆に、こうした政治主導により発生する弊害が指摘されているのです。というのは、オーストラリアから自動車製造企業等が次々と撤退したせいで、国内産業の空洞化を招いているという経済的問題が根底にあって、それを一番に持ってきたため、兵器としての潜水艦のあり方を優先に考えなかったせいとも言えると分析する向きもあるとか。さらに、軍事関係者からも指摘がありました。アタック級潜水艦計画では、シュフラン級原子力潜水艦を通常動力に変更するということになっていたのですが、この点にも疑問符がつけられたのです。実績のない機上案に安易に乗っかってしまったのではないかという厳しい見方もあるのです。仮に、シュフラン級原子力潜水艦を通常動力へ変更できたとしても、ネックがあるようです。オーストラリア海軍は、アメリカの兵器システムを通常型に監修されたこの潜水艦に搭載する予定ということですが、これに関する作業工数も問題視されているようです。時間がかかりすぎるということでしょうか。そのため、兵器システムを供給するアメリカは、すでに実績のある日本の、そう、竜型を、オーストラリアの選定地に推奨していたとも言われていたのですが、国内での艦艇建造が最大の目的だったので、オーストラリアは却下したと言われています。
このようなオーストラリアの兵器調達と政治という二つの問題の原因を考えると、地理的に軍事的脅威になりそうな存在が、太平洋戦争以降、ほとんど存在しなかったことにもあると考えられるのです。歴史を振り返ってみます。太平洋戦争時のオーストラリアは、アメリカとの連携を遮断しようとする日本軍の爆撃を受けるなど、直接の戦争参加国として南進してくる日本軍を撃退することが最重要課題になっていました。1945年、昭和20年、日本が太平洋戦争で連合国に敗北すると、オーストラリアの仮想敵国としては、東ティモール問題で衝突したインドネシアが、最も存在感を大きくしましたが、全面戦争をするような関係にはならず、平和だったと言えましょう。それでも、四方を海に囲まれた大陸オーストラリアは、国防用兵器として、潜水艦の取得を進め、1990年から2001年にかけての12年間で、現行のコリンズ級潜水艦6隻を建造し収益させています。コリンズ級潜水艦は、水中排水量3353トン、長さ 77.8M、全幅 7.8M の通常動力型潜水艦です。スウェーデン・コックムス社のメステル・イエトランド級を土台として規模を倍増させた艦艇ということです。コリンズ級潜水艦は、オーストラリア南部のアデレードで建造されました。今回のアタック級潜水艦計画と同様、国内建造することによって、雇用維持の政策としても活用されましたが、必ずしも順調ではありませんでした。それが、オーストラリアの潜水艦建造技術だけに起因する問題かどうかは不明ですが、コリンズ級は、潜水艦として、最も重要な要素である、静粛性に難があり、同時にトラブルも多発したため、総じて不評だったのです。しかし、アタック級潜水艦計画が暗礁に乗り上げている現在、こういったトラブルにも粘り強く対応してきたスウェーデン・コックムス社への評価は逆に上昇したのです。皮肉な傾向としか言えませんね。コックムス社が作ったのではなく、コックムス社の艦を改造した方に原因があると普通は考え、基礎には責任はないとする企業も多いようですが、コックムス社は真摯に向き合ってくれたようです。評価が上がるのも当然でしょうね。導入が遅れそうなアタック級潜水艦計画の状態を考慮して、コリンズ級潜水艦に延命措置を施して収益期間を延伸させようという動きです。いわば、モラトリアム、猶予期間で、新しい潜水艦調達を図ろうという意図があるようです。現時点では、この案が、現実的か否かの判断は困難と思われますが、試験では、今後も、アタック級潜水艦計画の経費が高騰すると見られるので、一行する価値はあるのかもしれないとも思うのです。と言っても、ここに来て動きがあるようです。オーストラリアの足元を見ていた、甘く見ていた感のあるフランスが、ある程度、現実的な落としどころを提示して幕引きを図るのではないかと予想する人もいるのです。ですから、予断は許されないということですね。そもそも論ですが、オーストラリア海軍が新型潜水艦を熱望する目的は、中国の南シナ海進出等で、久々に現実的な軍事的脅威を実感しているためです。ということは、対中関係の今後も大きく影響すると考えられます。オーストラリアの貿易額1位は中国ですから、海洋進出は認めないとしながらも、即刻交断絶というわけにはいかないでしょう。国防と貿易を天秤にかけて、ちょうどいいバランスを探っているようにも感じます。こういったバランス感覚を日本の政治家にも身につけてほしいものですね。
史上最高額の建造費イージスシステム搭載艦イージス艦を2隻建造で3797億円型譲渡の情報をキャッチしました。今回はそんなイージスシステム搭載艦建造計画について詳しく見ていきますね。トマホーク搭載で防御で攻撃、馬毛島入港で馬毛島の役割も変化しますね。トマホークの1年前倒しで今訓練開始されていますし、このイージスシステム搭載艦建造は2024年度には開始されるとの話です。ついに動き出したね。日本は2023年度の防衛予算案から従来までのその額を大幅に増額する方針を打ち出し、政権を担当する現岸田内閣は2023年度から2027年度までの5年間での総額をおよそ43兆円規模にまで拡大させることを表明した。これが実現すれば、最終年の2027年度の防衛予算案の額は、これまで冷戦期から暗黙のルールとして日本の歴代の政権が維持してきた対 GDP 比で 1% 以内という目安を超えて同 2% の水準にまで引き上げられる。こうした防衛予算額の引き上げは、今でも一部の野党や団体、個人からこれまで太平洋戦争の敗戦以後、長らく積み重ねてきた日本の専守防衛という理念を無にする行いだとして、多くの批判の声が上げられている。しかし、中国による南シナ海や東シナ海を軍事的な勢力下に収めんとする動きの激化は、台湾有事やその際に派生するであろう南西諸島方面への脅威の高まりを前に、多数の国民からは防衛予算案の増額はやむを得ないと捉えられている。これは選挙結果から見ても現政権与党である自民党と公明党が支持されていることからも裏付けられているが、2022年2月にロシアがウクライナへの軍事侵攻に踏み切ったことで、さらにその承認につながった感は強いように見える。こうした状況下の日本において、2024年度の防衛予算の概算要求では、単体で、ことに、大きな費用となる、イージスシステム搭載艦2隻の取得費用及び、それに関わる付帯経費として、総額で4546億円が盛り込まれた。このイージスシステム搭載艦2隻は、無論、海上自衛隊が運用する艦艇となるものだが、2024年時点で、同隊は、8隻のイージス護衛艦を保有、運用しており、既存のそれらの艦艇との違いを認識しておく必要があるだろう。既存の海上自衛隊のイージス護衛艦8隻は、建造が古い順に金剛型4隻、愛宕型2隻、マヤ型2隻で構成されており、いずれもアメリカ海軍のイージス艦である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに日本で建造されたものだ。これらのアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦や海上自衛隊のイージス護衛艦がイージス艦と総称されている理由は、アメリカ製のイージス武器システムを搭載する艦艇であるからである。イージス武器システムは正式な名称はイージスウェアポンシステムマーク7であり、アメリカ海軍と現ロッキードマーチン社が1960年代から1970年代に新たな艦隊防空を担う兵器システムとして開発を行ったものだ。ただし、開発されたイージス武器システムは、当初の主目的であった艦隊防空任務に止まらず、レーダーセンサ類とデータリンクを可能としたコンピュータシステム、それに各種のミサイル等の兵装を連携させることで、様々な戦闘に対処可能となっている。これにより、イージス武器システムは、対空、対艦、対地等の各局面の戦闘に、迅速に対処可能なものとなり、一度に同時対可能な目標の数は、実に128機を超えると言われており、それら補足した目標から、脅威度の高いものから、順に10機以上を同時攻撃可能とされている。イージス武器システム自体の1セット分の調達費用は、およそ500億円程度と目されており、決して安価とは言い難いものの、1960年代末からアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦やアーレイバーク級ミサイル駆逐艦全艦に実装されている。タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は全27隻、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦は
すでに70隻以上が建造されているため、イージス武器システムの調達費用も、その大量導入で能力に比してコストパフォーマンスは向上したとも言えよう。日本の海上自衛隊のイージス護衛艦は、2024年時点で8隻を保有、運用中であることは前述した通りだが、実は、2023年度以降の防衛予算案の増額に伴い、さらに、2隻を新規に建造することも計画として計上された。さて、そんなイージス艦とイージスシステム搭載艦の違いだが、後者は、2020年6月に、当時の河野太郎防衛相がこれまで導入する方向で進められていた、陸上配備型のミサイル防衛システムである、イージス・アショアの計画を急遽中止したことに伴い、その代替策として、新造が決まった艦艇だ。それまで、イージス・アショアは、日本の山口県と秋田県の2カ所に配備する計画で、およそ4500億円の費用を投じるものであったが、ミサイル本体を加速させるためのブースター部分の落下位置を制御することが困難との理由で中止が発表された。当時の2020年も、現在の2024年でも、日本のミサイル防衛は、8隻を有するイージス艦が搭載する迎撃ミサイルによって、中高高度では担うこととなっており、これを突破された場合の終末段階用に、BAC-3 等の地上兵器が想定されている。しかし、中国による尖閣諸島をはじめとする、南西諸島方面への軍事的な圧力が年々増してくる中で、貴重な艦隊防空能力有するイージス護衛艦をこれまで通りに、ほぼミサイル防衛のみに従事させることは、限られたリソースの配分の点からも厳しくなっていた。そこでイージス・アショアを配備することで、イージス護衛艦の有効活用を図ろうとしたわけだが、前述したように、それは、ブースター部分の落下位置を制御することが困難との理由で、結果的に断念することとなったと思われる。個人的には、これが今のタイミングであれば、イージス・アショアを配備予定であった、山口県と秋田県の2カ所に、そのブースターを空中で破壊する仕組み、例えば BAC-3 や高射機関砲等を専属配置する案も出せたのではないかと感じる。それらが確実にイージス・アショアのミサイル本体から切り離されたブースター部分を民間に被害を生じさせないように破壊できるか否かは断定できなくとも、今のロシア・ウクライナ戦争を見れば、本当の戦時には、多少の犠牲もやむなしとの判断も下った可能性はないだろうか。仮定の話をしてもしょうがないかもしれないが、何にせよ、非凡は、イージス・アショアの導入を断念したため、その代替手段を検討し、再度そこで選択された手段を迅速に配備する必要があり、それが、イージスシステム搭載艦2隻の新造と相なった。当初は、もっと大型な艦艇となるとの情報も流布され、一部で、その規模に、疑問の声も上がったイージスシステム搭載艦だったが、その後は縮小修正され、基準排水量で 1.2 万トン、全長で 190.0 メートル、全幅で 25.0 メートルとアナウンスされている。それでも、最新鋭のマヤ型護衛艦のスペックが、基準排水量で8200トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルであることに比べれば、イージスシステム搭載艦は、一回り以上は、確実に大きいことになり、海上自衛隊で、最大の水上戦闘艦となることに変更はない。現時点で、防衛省サイドからは、イージスシステム搭載艦には、主目的である、ミサイル防衛用に、アメリカ製の迎撃用ミサイル SM-3 ブロック 2A 及び SM-6 を実装する予定だと説明されており、これで、イージス・アショアの役割をカバーする方向だ。これに加えて、イージスシステム搭載艦では、先頃、日本がアメリカからの調達を決定したトマホーク巡航ミサイルの運用も行う予定であることが打ち出されており、かつ、国産で開発中の1人式地対艦誘導弾の能力向上型の艦艇搭載用も予定されているという。イージスシステム搭載艦浜屋型等の既存のイージス護衛艦と比べ艦隊が大型化されていることもあり、SM-3 ブロック 2A 及び SM-6 やトマホーク巡航ミサイルを運用するマーク 41VLS の数は、実に、128セルトマヤ型から32セルも増加している。
国産の人認識地対艦誘導弾の能力向上型の艦艇搭載用の運用については、マーク 41VLS には、運用統合が、アメリカ側の OK ができないため、専用の4連装の発射塔を、別途2機実装すると目されている。三菱重工と川崎重工が開発しているレーザー兵器がわずか100円との情報が飛び交う中、イギリスが開発を進めていたレーザー兵器のドラゴンファイアのミーテストがマジでヤバい状況との情報をキャッチしました。今回はレーザー兵器に革命を起こしたイギリスのレーザー兵器ドラゴンファイアを詳しく見ていきますね。1照射1900円に驚愕ですよね。1キロ先の標的を正確に捉える能力も備わっている。これは中国が盗みたい極秘案件ですね。2024年3月、イギリスの国防省は新たな防空兵器の可能性を示すレーザーを用いる指向性のエネルギー兵器のミーテストの様子を記録したとされる。およそ30秒ほどの短い動画を公開し、世界の注目を集めている。このイギリス国防省が公開に踏み切った動画は、これまで軍事機密として一般への公開が伏せられていたもので、同省ではドラゴンファイア、ドラゴンファイアと呼称している、いわゆるレーザー兵器とされているものだ。今回公開された映像には、薄暗い背景の中で地上に設置されたドラゴンファイア、ドラゴンファイアが上空を飛翔する目標に対して一筋のまばゆいばかりの閃光を放ち、目標に命中したであろう様子が収められている。このドラゴンファイア、ドラゴンファイアを使用した空中の目標に対する迎撃テストは、イギリスのスコットランド地方の北西部に位置するヘブリディーズ諸島の射撃訓練場で行われたものだと説明されている。ここに収められたドラゴンファイア、ドラゴンファイアを使用した迎撃テストとされる映像は、今年2024年に1月中旬に実施されたものと言われているが、公開された映像を視聴しただけでは、何が起こったのか判別が難しいように思える。イギリス国防省側の説明によれば、この映像は、剣のレーザーを使用した指向性のエネルギー兵器、ドラゴンファイア、ドラゴンファイアが、空中を飛翔する目標物を初めて破壊、迎撃に成功した瞬間だと述べられている。公開された映像は時間も短く、そこで記録されている内容も画面は暗く、お世辞にも鮮明なものとは言い難いが、イギリス国防省省側は有視界内のすべての目標に対して攻撃を行うことができる兵器だとしている。さらに、イギリス国防省は、ドラゴンファイア、ドラゴンファイアの兵器としての可能性を示すものとして、同兵器は 1km 先のコインほどの大きさの目標を正確に捉えることができると述べており、非常に高い命中精度を確保していることを訴えた。これまでにも、イギリス国防省は、このドラゴンファイア、ドラゴンファイアに関する情報を発信してきた経緯があり、例えば2022年10月には、同省内の防衛科学技術研究所が、イングランド南西部のウィルトシャー州のポートンダウンの実験施設でのテストの実施を明かしていた。この時に、ドラゴンファイア、ドラゴンファイアは、3.38km 以内の距離において、様々な材質が使用された無人航空機を標的として設定。これらに、高出力のレーザーを用いる指向性のエネルギー、兵器を照射するテストを行っている。このテストの結果として、ドラゴンファイア、ドラゴンファイアは、用意された様々な材質が使用された無人航空機にレーザーを命中させ、
その表面の金属を融解させることに成功したと発表され、実用段階に近づきつつあることが予見されていた。この2022年10月時点で、ドラゴンファイアには、1億ポンド、日本円換算で、当時およそ165億円、今のレートでは、およそ190億円に、相当の開発資金が投入されていると公表されており、画期的な新機軸の兵器の開発という点から見れば安価にも感じられたものだ。ここから、今年2024年1月で、ドラゴンファイアの開発は、およそ10年の歳月が経過したと考えられているが、さらに、実用化が現実味を帯びてきたと、今回の映像の公開を解禁した点からは、見さすごともできるだろう。ドラゴンファイアは、再三記述してきた通り、レーザーを用いた指向性のエネルギーを照射する形式の兵器であるため、目標へは、光速度で到達することを意味し、攻撃におけるタイムラグはほとんど発生しないと言える。ドラゴンファイアは、無人航空機や各種のミサイルの迎撃を想定してテストが行われており、この目標までの到達速度という点で非常に優れているが、現時点では、それらの破壊に至るまでには、少なくとも、10秒以上の連続照射が必要になるとされている。このため、ドラゴンファイアを有効な無人航空機や各種のミサイルの迎撃手段として運用させるには、そうした目標物の同じ部分への連続照射をいかにして持続させるのかという、誘導技術の確立も鍵になると思われる。それでも、ドラゴンファイアは、この10秒間という単位でのレーザーを用いた指向性のエネルギーの照射を行っても、それに要する費用は、10ポンド、ドルでは、およそ13ドル相当、日本円でおよそ1900円相当と非常に安価であることが特徴だ。2023年11月からのイスラエルとイスラム武装組織ハマスとの戦闘でも注目を集めたが、イスラエルが誇る現時点で、世界でも有数の防空能力を誇るとされるアイアンドームの場合、その迎撃弾は一発5万ドルだとされている。イスラエルのアイアンドームの場合、目標を確実に迎撃するために必ず、目標に対して2発単位の迎撃弾が発射される仕様であるため、これにかかるコストは、少なくとも、1目標あたりで10万ドルにも達することが確定している。このコストは、今後ますます増加する方向にある無人航空機の普及を考慮すれば、早急に解決しなければならない課題であり、イスラエルもレーザーを用いた指向性のエネルギー兵器であるアイアンビームを開発中だとされている。さて、ドラゴンファイアに話を戻せば、同兵器の開発には、イギリス国防省に属する国防科学技術研究所とミサイルの開発で著名な MBDA 社、イタリア有数の軍需企業レオナルド社のイギリス現地法人であるレオナルド UK 社等が参画している。イタリア有数の軍需企業レオナルド SPA 社は、レーザーを用いたターゲティングシステムに代表される、軍事用のレーザーの分野では、世界市場でも、およそ6割ものシェアを獲得しており、ドラゴンファイアにも、その技術が投入されている。ドラゴンファイアの開発に加わっているレオナルド社の子会社で、イギリス現地法人であるレオナルド UK 社は、同兵器の心臓部ともいえる高精度のレーザー照射装置を提供している。このレオナルド UK 社製のドラゴンファイアに実装された高精度のレーザー照射装置は、最大で 50kW にも及ぶ高出力レーザーを実現しており、前述したように、無人航空機や各種のミサイルの表面の金属を融解させることを成功させている。従来までは、レーザーを用いた指向性のエネルギーの照射は、悪天候時、特に、降雨の際には、レーザーそのものが、大幅に減衰させられてしまい、結果、迎撃に必要な威力を維持できないという欠点があると指摘されていた。しかし、前述した2022年10月に行われた、ドラゴンファイアの一連のテストによれば、降雨の環境下でも、同兵器のレーザーの威力は、迎撃可能なレベルに維持されており、見事に、その任務を遂行したと伝えられている。イギリスは、
首都であるロンドンが、霧の街と形容されるほどに、レーザーを用いた指向性のエネルギーを照射するこうした兵器の運用には、不向きな地理的環境とも召されていたが、イギリス国防省の報告が事実なら大いななる効果が期待される。日本も、雨量の多い高温多湿な気候の環境下にあるため、今のイギリスの、ドラゴンファイアの開発が順調に推移し、実用化が図れるとすれば、非常に、大きな今後の防空体制の整備の助けになる可能性があるだろう。イギリスでは、ドラゴンファイアの開発を進め、今後は、同国海軍で12隻が運用中の23型デューク級フリゲートや、同国陸軍で運用中の M38 ウルフハウンド装甲車への搭載を目指していると言われている。